週刊フリーブレイズ。はい、このコーナー週刊フリーブレイズはアジアリーグアイスホッケー5年目のシーズン、いよいよ開幕します。東北フリーブレイズの選手のインタビューやチームの最新情報を毎週お届けしております。さて、7月に入りまして、ブレイズは、午前陸トレ、午後表情練習というメニューを積み重ねているわけですけれども、今日は火曜日の、お昼です。そろそろ2時が近づいてきた頃ですけれども、今日はこれからまた表情練習があるというところで、はい、新入団選手特集第2弾、はい、今回は、東洋大学卒業してブレイズに入団しました背番号33番の池田翔平選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、池田選手には、まあ、4月ここの田辺記念アリーナであった、子どもたちの、まあ、監督をするね、ホッケー教室でもちょっとお話をお伺いしましたけれども、はい、改めてブレイズの池田選手ということで、はい、はい、お話をお聞きしたいと思います。ちょうど午前と午後の練習の合間の時間帯なんですけど、みんなぐったり休んでるんですね。そうですね、なんか3週目に入って、はい、まあ、体の疲労も徐々に溜まってきてるんですけど、まあ、午後の練習も頑張っていきたいと思います。本当ですか。はい、はい、やっぱり先輩が周りで寝てるのでルーキーとしては気使ったりします。ちょっとはしちゃうんですけどまあルーキーなんで、うん、まあ、練習始まったら、うん、しっかりピシッとしてないと。そうですね、はい、あ、やっぱりルーキーならではのお仕事とかもあるんですか。多少はチームのあの仕事はあるんですけども、うん、まあ、ホッケーに 100% 打ち込める環境ではあります。はい、どうですか池田選手ご自身、疲れとかコンディションはどうでしょう。そうですね、体の方はだんだん疲れは溜まってきてるんですけど、うん、まあ、心はリフレッシュじゃなくてフレッシュな状態なんで、うん、頑張っていきたいです。まあ、この時期はまあ大学学生の時でもこうシーズンに向けてこうトレーニングを積み重ねていると思うんですけど、学生時代のこういうシーズン前のトレーニングと、まあ、こうしてプロに入ってシーズン前のトレーニングって一番大きな違いって何ですかね。やっぱりこう大学生は、うん、あのシーズン前に合宿としてこう短期間でちょっと体を作ってって追い込むんですけど、うん、やっぱりこうフリーブレイズとか実業団は結構期間をちゃんと設けて、なんか徐々にちゃんと明確にテーマがあって体を作っていくので、なんか思ったよりやっぱとってもハードで体には応えるんですけど、コンディションはだんだん上がってきてるような感じがして、あとは怪我だけは気をつけて。あ、そうですね、はい、そんな感じですね。はい、はい、入団前はフリーブレイズどんな印象を持っていましたか。印象はあの昨シーズンのプレーオフファイナル、うん、優勝のシーンをちょうど生で観戦してて。あ、入団にいらっしゃるんですね。はい、なんかこう八戸でホームタウンでこう、うん、試合を見てて、はい、ファンの皆様の応援とか、うん、声援、とってもなんか心っていうか動かされて、うん、ファンの力ってすごいんだなって思って。すごい、異様、ある種異様な空間だったでしょ、はい、すごかったです。2000人ぎっちりなスタンドは、はい、でなんか選手たちにもそれがもうパワーになってて、うん、会場の雰囲気がすごい変わるのが体感してて、ワンプレーごとにドッカンドッカンきますからね。はい、で今シーズンからそのなんか優勝チームであるフリーブレイズに入団することができて、なんかここのチャンピオンチームでこうプレーできるのがすごく楽しみでもありますけど、やっぱり頑張ってまずはレギュラー取って、でチームに貢献できるように、そしてファンの皆様に受け入れられてもらって、応援声援一人でも多くされるように頑張っていかなきゃなって思います。合流してみて先輩方印象いかがですか。そうですね、とても年齢とかも、うん、今までは、まあ、大学生とか高校生でも限られたこう、そうですね、年代で生活してきたんですけど、やっぱりすごい大先輩の方もいれば尊敬する方もいて、うん、すごい刺激になるのが
一番の印象ですし、もちろんホッケーもたくさん教えてもらいますし、こう姿勢、ホッケーに対する姿勢とかも生活の姿勢でもとってもなんか勉強になる。おで、なんかすごい刺激が毎日あって、うん、なんかちょっと感動っていうか、おそんな感じですね。よくあの練習とかで一緒に組んだりとか会話する先輩ってどなたですか？田中亮さんとは、はいはい、結構お世話になってるっていうか、うん、まあ、尊敬してる先輩の一人でもあるんですけども、よくホッケーも細かく教えてもらったり、うん、見習う部分とかもたくさんあるので、まあ、年が近いっていうのもあるんですけども、うん、そうですね、教えてもらったりする機会もありますし、こう大先輩の大久保さんとか、あ、そうですね、はい、高校大学は同じですもんね、はい、大久保さんとはあの午前中のウェイトのパートナーで2人で一緒に行ってて、わ、一回り以上違いますねって言ったら大久保さんに怒られそうですけれど、いや、もう全然体とかもすごくて、うん、もう引っ張ってって逆にもらってて教えてもらいますし、大久保さんのそのホッケーに対する姿勢とか生活とかでもなんかたくさん学ぶ部分あって、なんかすごい刺激的でもありますし、毎日充実してますね、はい、なるほど、わかりました。はい、さて、池田選手は背番号が33番ということで、はい、よくゴーリーがつける背番号かなというイメージがあるんですが、はい、なぜこの番号を選択したんですか？自分のつけてた番号っていうのは、まあ、全て埋まってる状態の中で、まあ、新しく自分の番号をこうつけるってことになって考えて、うん、でキーパーがつけているっていう印象もあるみたいですし、うん、まあ、大学の先輩酒井選手もね、はい、ブレイズ時代つけている番号ですしね。で、逆に言えばなんかいわゆるプレイヤーで33番つけるのは異質であって、うんうん、なかなかいないんではないかなと思って、こうなんか特徴っていうか、うん、独特の選手でもありたいですし、こう有名にしたいなって思ったのも一番はあるんですけども、まあ、もう分かる人には分かるんですけど、まあ、いろんな意味も含まれてて、うん、33っていう特別な数字にこだわりました、うん、いいですね。こうブレイズを応援してくださってる方はもちろんもともとホッケー好きな方もいらっしゃいますし、はい、ブレイズに会ってホッケーに出会ったっていう方もいると思うので、はい、こう、お、33どうしてプレイヤーなのに33だろうって思う人って意外と少ないかもしれないです。そうですか、うん、はい、池田選手の番号っていう風にね、はい、こう認識されてくるといいですね。そうですね、うん、だからだんだんこうファンの皆様にも見ていただく機会とか応援される機会が増えれば増えるほどしてもらえると思うので、うん、まず今は上沙羅にこの番号をつけて頑張っていきたいなって思います。わ、うん、かりました。はい、はい、フリーブレイズはクリス若林ヘッドコーチも常々こうハードワークチャレンジをするチームだということをおっしゃっていて、まあ、もちろん今シーズンの、まあ、合流して間もないですけどミーティングでもそんな訓示もあったかと思いますが、はい、フリーブレイズが目指すホッケーってどんなものだと今認識してますか？そうですね、まあ、クリスさんっていうあのとても素晴らしい監督に出会ってこのチームに入ってすごく光栄だと思いますし、うん、このチームが目指すものってやっぱりこういろいろな人々にファンの皆様でも応援してくださる人とかにこうやっぱり恩返しも一つですし、もちろんやっぱり結果、うん、優勝とか一つでも試合多く勝つとかそれの意味を込めてやっぱり、まあ、毎日練習ではこの質の良さっていうのを今求めてて、単にこうハードワークハードワークではなくて選手一人一人が練習の中で何かこう考えて見出して
ちょっとでもこうレベルアップしていけるようにっていう意味を込めてるので、うん、とってもシーズンインするのが楽しみですし、このフリーブレイズでクリスさんについていけば大丈夫かなって思います。わかりました。はい、この回答をクリスさんが YouTube でご覧になったらね、どんな判定を下すのか楽しみにしたいと思いますけれども、はい、さあ、プロに入って初のシーズンが9月に開幕するわけですけれども、ぜひ、1年目のシーズンへの目標を聞かせていただけますか。そうですね、チームの目標っていうのは2連覇2冠を達成して、うん、また今年見て昨シーズン見たく八戸で優勝を飾れる、うん、プレイヤーの一員として飾れるととてもそれを目標にしてますし、それを目指しているので、そうですね、八戸での優勝と、うん、まあ、個人的には、まあ、1試合でも多く早くレギュラー取って、うん、でフォワードとしてチームの貢献するために得点たくさん狙っていって、まあ先輩たちもそうですけど、この同い年で入るアジアリーグの同期で年の近い人たち、年下でも負けないように、それが目標ですね。はい、同じ東洋大学を卒業してアジアリーグに入った選手もいますしね。はい、そうですね。やっぱり意識してますか。やっぱりちっちゃい時から同じカテゴリーっていうか、そういうので成長してアイスホッケーやってきてるので、お互い切磋琢磨しながらやっていきたいですし、もちろんこう負けないように、でこのチームで活躍できるように今頑張っていきたいと思います。わかりました。ファンの皆さんも池田選手どんなプレーをする選手なのか非常に楽しみにしていると思います。自分のここに注目してくれ、こういうプレー自分得意だよ、ここに見てくれっていうところってありますか。そうですね、一瞬でこう相手のスペースに入って飛び出して、うん、でいいパスをもらえると絶対得点する自信があるので、うん、それは間違いなくここだって言って自分にプレッシャーもかけて、で八戸の皆様っていうかファンの皆様前で得点する形を見せたいので、うん、皆さん待っててください。わかりました。はい、はい、大活躍なシーズンになるよう楽しみにしてますので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、週刊フリーブレイズルーキー特集第2弾、今回は池田選手にお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。